ウィリアム・ビュイックはイギリスを拠点に活動する騎手。国籍はデンマーク。出身はノルウェー。父のウォルター・ビュイックはリーディングジョッキーに8度輝いた北欧の名騎手。母のマリア・ビュイックはババ馬術、障害飛び越し競技の選手というホースマンの家系に生まれる。2006年、アンドリュー・ボールディング旧社所属の見習い騎手としてデビュー。9月20日に初勝利を挙げる。 2007年2008年に平地みならい騎手部門でレスター賞を受賞。2008年には年間50賞を挙げ、デビッド・プロバート騎手とみならい騎手リーディングの座を分け合った。2009年10月17日にラハリーブでカナダの EP テーラーステークスを勝ち G1 初制覇。2010年ジョン・ゴスデン9者の主戦騎手となる。8月21日、 ドビュッシーでアメリカ合衆国のアーリントンミリオンステークスを勝つと翌8月22日にはヨーロッパに戻りドリームアヘッドでフランスのモレニ賞を制覇。2日連続の G1 勝ちを収め脚光を浴びた。9月11日アークティックコスモスでセントレジャーステークスを勝ちクラシック初制覇。2011年9月10日にマスクとマーベルでセントレジャーステークスを勝ち ゴスゲン調教師と共に同レース連覇を達成した。外戦門賞ウィークエンドの2日目である10月2日にはイリューシブケイトでマルセルブサック賞をドリームアヘッドでフォレ賞を勝ち1日に G1 を2勝した。2012年11月に第26回ワールドスーパージョッキーズシリーズに出場したが10位に終わった。2013年1月5日から3月4日の 期間で初めて日本中央競馬会の短期騎士免許を取得。1月5日、京都競馬第一競争をサンライズトークで勝ち、日本での初勝利を挙げた。2月9日、クイーンカップを浮世の風で勝ち、日本での重賞初勝利を挙げた。その後、2013年頃からはドバイのモハメド殿下が率いるゴドルフィンとのつながりも強くなり、2013年3月には、 ジェベルハッタをゴドルフィンのサチャーで優勝。2014年11月にはシルベスターで捜査機種に代わり、ジェームズ・ドイル機種と共にゴドルフィンの UAE とイギリスにおける主戦機種となった。そして2018年のダービーステークスをマサーで制し、悲願のダービージョッキーに輝いた。そしてこの勝利は自身が専属契約を結んでいるゴドルフィンにとっても、 悲願のダービーステークス制覇となった。同年には4年ぶりの JRA 短期機種免許を取得し、その初週でマイルチャンピオンシップをステルビオで制し、日本の GI 初制覇となった。ありがとうございます。